まあそのうち分かると思うんだけどさ、ちょっとね、まあ、ある学校とね、業務をね、ちょっとこううまく調整しながら、ね、なるべくその、まあ、学校からね、少しこう優秀な人材を取っていこうなんて話をしててね、でこの間その帰りに、まあ、せっかくだからじゃあ、食事をしませんかなんてね、で車に乗せてさうちの店まで連れてってね、でうちの店でこんなことやってんだって話をしてたんだけど、まあ、そこでね、まあ、高校なんだけどね、その高校の先生とさ、まあ、こう喋ってて、全くね僕と同じようなことを思っていて、でそれ何かっていうとね、今さ、なんていうの、ニートの人ってさいっぱい世の中にいるよね。で働かないんですよ。であともう一つは学校に来るよね。で学校に来るけどやっぱりさ、そのなんていうかな、すぐに挫折するのね。でその根源にある何かっていうとさ、やっぱね、自由とかさ平等っていうことについて間違えてるんだよね。でだから学校の先生も生徒も平等であるわけないじゃん。教える側と教えられる側だろ。でそれで、それをね、なんか勘違いしてさ、平等と思ってるんだよな。だから対等と思っちゃうわけ。だからね、学校の先生もさ、その府県の人もね、考え方がそんな風になってきちゃったから、ね、いろんなこと言ってくるわけじゃん。でさ、もう学校の先生も嫌になっちゃうわけだよな。でさ、例えばちょっと手を挙げたらね、問題になったりするよね。で俺なんかの子供の頃ってのはさ、当たり前だけど学校の先生怖かったよね。でさ、ね、引っ張られたりさ、ね、されたりするのは別に普通なわけだよな。でところがさ、今ね、立ってなさいってこれもアウトなんだよ。体罰だからいう話だね。でそれをさ、ね、平等っていう風になってるだろさ、はっきり言ってね、子供と大人とさ平等なわけないじゃん、ね。なんでかったら義務教育受けてさ、子供からお金もら、あ、親からお金もらってね、学校に行っててね、でそれとさ親と平等なわけないよねってこと。あと学校もそうだよな。要するに、学びに行って、ね、いろんなことを教えてもらってる人たちと、ね、要するに、自分たちが行く人たち、ね、平等なわけないじゃん。でまあちょっと思い出したんだけどさ、僕は家を建て替えてる時にさ、たまたま自分のね、マンションがあって、まあペット飼ってたからそこに、6ヶ月間くらいかな住んでたんだよ。でその時にね、なんだ、うちの駐車場でさ、なんか音がして、でちょうど僕は休みで行ったからさ、で見に行ったらね、一人子供がさ怪我して倒れてるんだよな。でどうしたのって言ったら、要するにその近くの中学生のやつだよ、ね、でもう犯人分かってるから、で学校に電話かけて、ちょっと今から来いと言ったら、まあ、教頭先生とね、若いその、なんか、チャラチャラしたね、ガキみたいな先生が来て、で、それがさ、いろいろ説明してる時に、今度、中学校のさ、生徒がだよ、チャリンコ乗って、ガーッと来てさ、その、学校の先生、おい、何してんだよ、と言うわけ。中学生がだよ、学校の先生に。で、お前、二人乗りしちゃダメだよ、なんて、二人乗りでずーっと行くんだよ。降りもしないよ。と注意しても、要するに、効果がないわけ。なんてかったら舐めてるから。で、俺その時言ったんだけどね、その先生に、あんたさ、子供に舐められててよく先生やってるねと。で、それでさ、俺ね、髪の毛地毛がね、茶色いんですよ。ね。で、今ちょっと黒くなってきてるけど、高校の時は、ね、茶色かったの。別に染めてるわけじゃないんだ。にもかかわらず学校行ってさ、お前髪の毛染めてるだろう。ね、染め直してこいみたいなとこ言われて、お前これ地毛だからって言っても、ね、ぐずぐず言われた。ところがその先生、ね、学校の先生なのに茶髪だよ。だお前ちょっと髪の毛染めてね、もう一度お前俺のとこ来いって言ってやったんだけど、まあ来なかったけどね。だからさ、なんかね、勘違いがね、どんどん増えてるわけだろ。でさ、これね、僕思うんだけど、要するに今のこの世の中の社会ね、要するにあんまり平等ってさあるわけないわけだよな。で俺はね、高校時代にね、理科とね、数学はさ、トップなんですよ。トップレベルなわけ。だけど、英語とか国語はね、2とか3だろ。で、ね、英語はさ、ずっと喋れなかったわけだな。で、たまたま高校2年の時に、ね、英語の先生がオーストラリアに連れてきたんだよ。で、オーストラリア人がね、来て、で、英語の授業をね、生きた英語をこれから学ばなきゃダメだ。お、正しいよな。で、それを来たんだよ。この英語の先生とオーストラリア人喋れないの。ね、それで、お前さ、え、
英語先生喋れないのって、であんたさよく俺たちに今まで英語知ったねって言って、でお前なんかにもう教わってもしょうがないから帰るわっつって帰っちゃったの。そしたらね、うちのクラス全員帰っちゃったんだよ。それでね、大崎になって、あの学校先生が来てさ、でまああのとどめられてね、でまあそれからまた行ったんだよ。そしたら英語のね、あれですよ、なんか点数はね、3から2になったよ、ね。それでさ、もっとすごかったのが、ね、あの、就職したんだよね。で、まあ、あの、ちょっとある会社に就職しようと思って、成績証明書持ってこいってから持ってきたの。で、2枚取ったんだ。で、1枚ね、2枚取って1枚開けてみたの。ね、したらさ、数学まで3なんだよ。ね、びっくりだよね。でそれ何かと思ったら、まあ、学校の先生ある後でね、あの、まあ、その先生に直接じゃないんだけど、まあ、大人になってからね、いろいろ聞いたら、いやそれ偏差値がね、 あまりにも異常だから、ね、修正されたんじゃないかとか、あといろんな、まあね、そのボイコットの事件が問題だったんじゃないか言うんだけど、嘘を書いちゃダメだよねって思ったわけで、これはね、あの正直言って教育者っていうね人たちと僕たちは正常じゃないってことな。で、あともう一つ、ね、例えばさ、ね、あのエリートっているよね。でこの人たちはさ、東大の方か京大の方か、ね、出て、でそれがさそのまんま、ね、学校教育受けて、でそれから司法試験受けたり、ね、上級公務員試験受けたりして、ね、大学卒業しないけどそっちの道に行くわけだよな。そこの人たちはもう自衛隊だろうが警察官だろうが税務署だろうが、ね、もうこのポストが確保されちゃってる。ね、でこのポストが確保されちゃってるから、まあ、結果的にさ、要するにもう入社した、ね、入管したってのか分かんないな、そこ就職じゃん。そう、もうこの時点でレベル違うんですよ、ね、一生それなの。だから例えば警察官とか自衛官なんてのは、要するにさ、あのノンキャリは、ね、あの要するに死ぬまで働いてもこいつの上に行くことはないんだっていうことを俺は知っちゃったわけだから、あ、これはね、世の中平等と思っちゃダメだな、思ったわけ。でね、今、うちの会社に、新入社員とか来るよね。でさ、まあ、教える人がいる、教えられる人がいる。この人たち平等じゃないから。ね。っていうふうに思わないとダメ。で、それをね、早く気がついたやつが、あ、結果的にね、あの、ね、いろんなことを考えてさ、勉強するようになるよね。これを平等と思ってるとね、成長しないよ。で、昨日、おとといか、たまたま、僕は、前職の会社でね、25の時にこの業界入ったよね。で相手は新卒で、まあライバル会社に入ってて、で、そいつとね、いつもその団地の販売でね競争するんだ。で、でも俺とそいつしか売らないんだこの団地ね。でそれで結果的にね、こいつが何時に案内入ってるか言うと、8時ぐらいに案内入ってると、うちは9時に案内入るの。ね、で9時に案内入れて、でそうするとこいつは今度10時に案内入れるので、今度こっちは11時に案内入れる。でその場で買い付け入れて、あ、ね、あの売り主に渡すっていう、ね、ことして争ってたやつだ。でこれが、ね、今独立してさ、まあ、結構な建て売り業務ね、1年間に100棟以上やってる、ね、やつだ。でこれが、たまたまさ、息子さんがうちの知ってる会社に就職したからっていうんで、そこでちょっと一つね、話がまとまったんで、じゃあ一緒にさ、飯でも行こうぜなんつって呼んだわけで、その時にね、思ったんだけど、俺なんかガキの頃からずっとね会ってさ、で仕事が変わってもね連絡取ったりしてて、で商売にはならないけど今までずっと繋がってんだよな。で25からだから、え、35ね、36年だよ。36年ずっと仲いいんだよ。でよくよく考えたらみんなそうじゃん、仲いいやつはずっと仲いいね。でそれは何かっていうと、若い時に一生懸命頑張った人が塊になってるわけだ。みんないろんなところの会社の社長やったり、いろんなところのさ、重役になったりね、してるわけだよな。でそれは何かっていうと、努力した結果が出てきてるんだよね。でこの人たちは自分たちがいつも光栄と思ったことないですよね。常に世の中のそのなんていうの、まあいろんなこうね、なんとか迫害まで言わないけどさ、要するに学歴がないことだけで、要するにとかね、大した大学じゃないことで、要するにさ、見下される人たちだよな。でそれをさ、見下されてること気がついたやつが一番勝ちだよ。あ、そうじゃいけねえよなって思わないと。でそれで初めて、じゃあちょっとこいつらをね抜かさなきゃいけないな、ね、こいつらには負けちゃいけないな思うわけだよな。
で、それで、要するにずっとやってきたわけだから、で、自由とか平等っていうのはね、要するにさ、コントロールされる人たちの言葉だ。ね。で、それは自由はいいんですよ。いろんな自由があって、うちの会社の中でもいろんな自由があるね。で、平等っていうのは何かっていうと、結果が評価されるのが平等だから。わかる？結果出さないのに平等なんか絶対ないわけだよな。っていうことを、まず理解しましょうよってこと。ね。で、まあ、この学校の先生も言ってたけど、もうね、大変ですよと。で、学校の先生もね、もうやりたがんないんだって。もう嫌になっちゃうわけ、みんな。つまり、今の日本の国が、ね、なんか嫌になっちゃってる理由ってそこだよ。ね。だから、やっぱり子供たちが夢が持てるようなね、要するに、本当の自由とか平等っていうものを、笑いが作っていかなきゃダメだと思うよ。まあ、そんなことをね、うちの会社は、まあ、いろんな雑多の人いっぱいいるよな。で、別に学歴なんかどうってことはないわけだよな。で、またさ、いろんな資格持ってる人もいるよな。でも問題は人間性ですよ。要は、最後は人間性。ね。で、その人間性を作るには、やっぱりさ、平等っちものを正確に理解する人たちが、やっぱり、平等になるんじゃないかなって思うわけ。で、まあ、そんなことを考えてさ、まあ、今度ね、今後いろんなことを、まあ、いろんな手を打ってたからさ、やっていくんだけども、ね、やっぱりね、俺は思うんだけど、うちの会社ね、大きくなってはいるけども、やっぱりさ、成長しないとダメだよ。膨張はダメだ。で、そのためには何かっていうと、もうくだらない考え方やめてくださいってこと。ね。要するに、成果が、要するに、自分たちの評価であるってことをよく理解した方がいいですよってことね。まあ、ぜひそういう意識を持ってやってもらいたいと思うね。お願いします。以上。